週末はライオン天気、ガオーって感じでしたよね、とにかく風が吹き荒れましたけれども、今週はライオンなのか羊なのか、はい、なんか両方出てきそうな勢いなんですけれども、<laughs> ねえー、このあたりをお伝えしたいと思います、はい、そして皆さん、福島市で桜が開花しました、はい、いよいよ、これ、非公式って書いてあるん、はい、ですけど、これね、紛れもなくソメイヨシノですから。はい 結構驚きます。どこ,どこのニュースもやってません。はいうん、えー、あの福テレ防災ラボネットワークでですね <laughs>、はい、お伝えをしていきたいというふうに思います。すね、えー、まずは皆さんからいただいたですね季節の便りなんですが、はいわき、えー、市朝からウグイスの鳴き声が近くで何回も聞こえてますって、うん、き聞きました今年。 あうちで聞きました自宅で自宅で聞た、はいた春って思ってねやっぱり耳で聞くね <laughs> <い>あのー、春っていうのはウグイスの鳴き声えー、そして花は人長芸の香りとかあります、はい、そして味は菜の花のお乳とふきのとんって <laughs> これ最高です美味しそう。 ね、これ本当にお酒とあって早くビール飲みたいなと思っちゃうんですけども、うん、我慢しますそして猪苗代、雨が降り風がゴーゴーと吹き荒れる猪苗代の朝ということなんですが標高500メートルのところは雨だったんですけれども、うん、もうちょっと標高高いところはこういうい映像ですあら雪になってるんですよ、裏番台。 なんかこれ見るとまた春が遠くなっちゃったって感じするんですが。寒そうですね。まあこうやってね、幾つも独立しながら春へと向かっていくわけです。で、桜開花の頼りがいろんなところから届き始めております。はい、いよいよです。いよいよです。福島県内一本桜バンズケ、はい、東方大関、大関、一の桜。<laughs> まあ引きずってます、ね。若竹影付きねニュースを引きずっていますけど。<laughs> 山町出身あ、出身じゃないか <laughs>、えー、今日は数輪の開花でしたが一気に開花が進んだようですという、うん、結構きれいですね、ここからあの福島の桜の春が始まるわけです、はい、で、福島市忍山先週25日の標本木、これです、うんはい、まだ固いつぼみかいつぼみ、き日う行ってきました、はい、うわ上の方がちょっとピンク色になってる。うん、だからこれ見るとね 4月やっぱり5日4日4日5日ぐらいかなっていう感じはします。うん、はい。で皆さんに報告でございます。なんと福島市で桜が開花しました。はい、どこかというと、はい、これです。わかるかな？わ、えー、かるかなああこの辺、ね、この辺でじゃあこれ見てみましょうか、はい、これ。どはい。ドーン。はい。開花しました。<laughs> <laughs> これね実はのポリテクセンターって福島市にあるんですけども、はいはい、ここ一番早く咲くんですがうん、うん、その中でもこの幹の桜が一番もう早く咲いちゃったいや不思議ミキにですねこれどういうことか専門家の樹木医の方に聞きました。これねドブキ桜 通称ヤゴって言って弱ったりストレスを感じた桜が子孫を残すために枝より早く幹から咲く桜だそうでございますただちょっと弱ってるということであんまりまあいい傾向ではないけどでも見るからにはうれしいですよね見るだけではね。 えー、さて心配なあのことが一つあります、はい、こちらでございます、吾、え、妻、ー、山、3年ぶりに火山性微動が観測されました、えー、ただし、噴火警戒レベル1は変わりませんで、火山性微動って何なのかというと、これ、マグマの活動がちょっと活発になって。 そしてそれが地下水に触れて、えー、これがあのグツ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 に至って微動に至るということなんですけども、まあこういうあの情報を聞くとやっぱり安マヤって生きてるんだなって感じますよね。はい、あのー、戦後にですね安マヤが噴火した時、最新の噴火っていつなのか、ちょっとこちらをご覧ください。すごいでしょう。モクモクね、今日はこんなふうにはなっておりません。あの見た目は平常通りなんですが、この時は1977年12月に。 えー、噴火しましまたでほら、こういう風にして、これなぜかというと、川にですね酸性の泥水が噴出して、養魚場で魚が死ぬ被害があったということなんですよね。で えー、じゃあ戦後、うん、どんな噴火事例があるのかというと昭和25年にも噴火してます、はい、昭和52年にも噴火してますがただ幸いなことにですね、あのー、この2つの,地震にかあの噴火に関しては福島市、広範囲での被害というのはなかったということでございますでこのあと火山性微動今のところですね今朝の段階では継続時間が短くて最大振幅も大きいものがないんで今のところあの大きな変化なしということでレベルは 1,、はい 1> えー、普通の状況です。 に変わることはないということですので安心していただきたいと思います。まあ、ただ最新の情報はねあのぜひ皆さんキャッチしてください。